はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ジャイとお供のトニーです。今回もですね、お手軽に取れる強武器ということでね、黄昏の弓を取りに行こうと思います。こちらはですね、射程距離が長いんですよね。それで攻撃力が30もあるんやったら、まあ強いんじゃないかと、はい、思います。それでは早速取りに行きましょう。ここですね、監視砦のところからジャンプしていきます。で、どこに向かうかというと、ハイラル城です。ハイラル城の一番高い屋根に向かいます。で、ここで一つ注意点があるんですが、ハイラル城に向かうためには頑張りゲージが1周半ほど必要なので、まだそこまで頑張りゲージを伸ばせてないよって方は料理などで補ってください。はい、ハイラル城にやってきましたね。で、向かう場所はこの一番高いこの屋根っすね。ここですね。ここにね、あるんですよね。見た目もかっこよい。これ光ってるからね、これ。もう眩しい暗い輝きを放ってますからね。ひつまぶし食べたくなってきた。はい、黄昏の弓ゲットです。まあ、長い射程もそうなんですけど、かっこいいんですよね、光ってて。ちょっとこれわかるかな、光ってんの。はい、ということでね、結構見た目がかっこいいね、この光るやつですね。これもね、超お手軽にゲットできるんで、欲しいと思った方は取りに行ってください。では今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じましたら、高評価ボタンのほうとチャンネル登録していただけると励みになります。それではトニーでした。またね。